皆さんに好きだと言ってもらえた内臓、実は僕の自慢のパーツなんです。お、いい？これってもう相思相愛みたいなものですよね。なんだかちょっとドキドキしちゃうっていうか。いや、落ち着け。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今回は人体模型の不気味な質問。これ絶対、これはもうわかるよ。私も絶対あれやん、人体やん。絶対そうとしか思わんねえけど、どう？夜の桜第二中学校で動く人体模型が、あなたはどの内臓が好きですか？なんて不気味な質問をしてくる噂がある。書き込んだ女子生徒は逃げたらしいけれど、答えたらどうなるか気になってるみたいだ。何それ、どんな質問？でも夜の桜第二中学校、なぜ夜の中学校に人がいるの？まずそれって質問されうる人がおるってことや。夜、何しにその子たちは学校に行ってるの？未来では人体模型が動くの？そういうことじゃないけどね。妖怪の仕業でしょ。動く人体模型か。いや、まさかね。何なの今回より。今回のクエストは3つとも過去に関わりのある妖怪たちが出てくる。とりあえず夜って言ったよね。びっくりした、何が起きたかと思ってん一瞬。はい、それじゃあ夜まで休もうか。え、座らせて。これベンチだよね。だよね。ってことで一休み。とりあえず夜19時ぐらいでいいか。休みます。さあ夜になった。ってことで桜第二中学校へ向かおうか。ナビワン行こう行こう。桜第二中学校ってあれじゃない？雲外橋、あ、ほらほらほら、あるやん。行こう。ワープします。はい、到着。そして、あ、君かい、依頼者は。すみません。ここで何かあったんですか？もしかして君も例の噂を聞いて肝試しに来たのか？ほら、最近話題になってるウスラヌラの人体模型の不気味な質問ってやつさ。俺や友達と一緒に肝試しのついでに噂を確かめに来たんだ。けどなんも現れなくてさ、もう遅いし、そろそろ帰ろうと思うんだよね。お友達はどうするんですか？学校に残ってるんじゃ。何も見つからなかった時のために調査をやめて戻ってくる時間を決めたんだ。で、今がその集合時間なんだけど、俺以外誰も来てないってわけ。何度も電話したんだけど、探すのに夢中になってんのか出ないんだよね。それ襲われてない？大丈夫？呼びに行こうにも移動してるかもしれないし、行き違いになったらやばいだろ。とはいえ、このままでいるのもな。やっぱ探しに行った方がいいと思う？うん。それなら私たちが代わりに探してきます。怪奇案件も起きてて危ないし。マジで？悪いな、助かるぜ。学校に残ってる友達は全部で3人だよ。1人目は野球部の男子で、校庭を調べに行ったと思う。移動しただければだけどな。2人目は動物が好きな女子だから、動物のいるところにいるかもしれない。3人目は、ごめん。全く予想つかないんだ。すっごく気まぐれな女子だからさ。そうなんですね。わかりました。ありがとうございます。ありがとう。よろしく頼んだね。全部で3人だったな。頑張って見つけるぞ。怪奇案件も起きてるし、放っておけないもんね。ってことで、とりあえず1人は校庭。あ、あれか。おるおる。わかりやすいね。マークで。マークがランプ代わりになって。探してるの、まだ。俺なんかよ、今肝試ししてんだよね。え、もう集合時間？やば、すっかり忘れてた。肝試しに来たはいいけど、なんも出なくってさ、グラウンドを見て回ったんだけど、気づいたらいつもの癖でマウンドに立ったんだよな。なんていうか、ここに立つとさ、自分の心の強さが試される気がするんだ。みんなの期待を背負って投げる一球の重さ、ピッチャーの責任ってやつだよな。まああれは補欠なんだけど。って、こんな話をしてる場合じゃなかったな。伝言ありがとな。俺も戻るとするよ。電話にすら気づかなかったのか。とりあえずじゃあ次は、動物好きって言ったけん、うさぎ小屋とかってこと？あ、もう一人の方は本当にマークも何にもついてないんだね。困るー。めっちゃ困るんですけど。うさぎ小屋とかがどこにあるんかわからん。あ、あそこか。あの青いマークは動物ってこと？あ、いたいた。うさぎ眺めよるだけやん。誰？ああ、よかった。お化けかと思っちゃった。
可愛いウサちゃんを見てたら時間なんてあっという間に過ぎてくんだよね。で、そうだ、肝試しに来たターンだった。しかも集合時間過ぎてるし、じゃあもう全然肝試し自体してなかったってこと。そのことを伝えに君たちが呼びに来てくれたの。ありがとう、すぐに行くよ。さあ、あと一人は二人は見つかったけれど、だいぶ時間がかかっちゃった。もしかしたら集合時間のことを思い出して戻ってるのかも。一度正門に戻ってみよう。こっちか。あ、とりあえずあっこに二人は集まってる。お、もう一人おる。おるやん。え、違う。いや、おるよね。おるおるおる、大丈夫やん。はぁ、いたずらするなんてひどくない？ほんと信じられない。何、どうした？ん、いたずらって何のことだよ。すっとぼけちゃっていい度胸してるじゃない。テニスコートの近くの物質棟で変な質問してきたでしょ。あなたはどの内臓が好きですかって。うわ、俺ずっとここで待ってたけど。え、嘘でしょ。そんなこと言ったって騙されないんだから。この子は見たんや。なあ、これやばいんじゃね。もう帰ろ、私怖くなってきた。そうだな。君たち見つけてくれてありがとな。俺らは先に帰ってるよ。ちょっと待ちなさいよ。置いてかないでってば。ねえ、さっきの女の子が言ってたこと、薄らなに書いてあった話と同じだよね。ああ、間違いなそうだね。場所はテニスコート近くの物質通って言ってたな。夜のうちに調べないと。シーンはカッパ着ないの。秋のりと同じ。ねえ、その妖怪ってさ、秋のりたちが知ってる妖怪なの？いや、心当たりってだけだから、そうとはまだ決まってないけど。もしかしたら、夏目かふみちゃんの出番かもしれない。え？私と夏目さんの？なるほど。なぜ？書き込みには女の子ばっかりだったし、女の子だけを狙ってる可能性があるってことか。そうなんだ。ちょっと怖いな。うん。大丈夫だよ、ふみちゃん。絶対俺たちが守るから。ありがとう。まあ、人体としたら大丈夫でしょ。お父さんとお母さん、ちょっといい感じじゃん。まあ、いい感じにならないと結婚しないからね。夏目さんどうしたの？なんかすっごくニコニコしてるけど。別に何でもないよ。ケイタくん頼もしいなーって。そうかな。うん、それじゃあみんなで行こう。テニスコートの近くの物質棟に。さあ、どこかしら、物質棟。どこなんすか？この扉あたりってことかな？ん？何もおらんくね？どれ？ん？いないっすけど。そこ？あ！やっぱりジンタ。ジンタを見つけた。何やってんだお前は。やっぱり妖怪に仕業だったのね。でもなんだか様子が変かも。あ、また取り憑かれてる。違う？もう黒いモヤモヤないよね。どんな内臓が好きですか？怖い怖い怖い。胃、腸、肝臓、分からんけど胃、なんとなく。胃かな。胃何？怖い。あなたにこれあげます。いや、いらないけど。なくなって大丈夫なの？ジンタにプラスチックの胃を手渡された。なくなっていいんすか？これはちょっと。ジンタにプラスチックの胃を突き返した。何してんの、ジンタ。僕が人体模型だから受け取れないですか？別に。その、いらないんだよね。人体模型でも受け入れてほしい。僕のことを好きになってほしい。どうしたの？愛、ハート欲しい。お前の心臓をよこせ。何？急にホラーなんですけど、何か。なんか急に黒いもやが。さっきまで見えてなかったのに。人撃。人撃苦手なんだけど、でもあれからレベルも上がったけん大丈夫かな。元気出してこう。ヒール。よし。お、コマさん、落下犬岩石。
せい。痛い痛い痛い。なんか人力がすごく小さく見えるんやけど、こんな小さかったっけ？え、こんな小さかった？しかもなんかすげえ弱いな。やっぱあれか、私らが強くなったということなのか。待って、ふみちゃん、あー痛い痛い。なになに、何の逆恨みだよ、やめろよ。すごい、勝利。あっという間だった。人撃あんなに苦労したのに最初。大丈夫か。大丈夫？倒せてよかったけど、どうしてジンタはまた暴れたんだろう。またなの。みんな、この妖怪何か言ってるみたい。ぼ、の、と、ん？僕のハートが、ハート？あ、ジンタのハートってもしかして心臓のパーツかな？どういうこと？さっきのバトルでなくしちゃったとか？ハートがないと僕は、困ってるみたいだし、心臓を探してあげよう。でもまた暴れ出したりしないかな。大丈夫じゃない？さっきのバトルで少し落ち着いてるだろうし、しばらくは大丈夫だと思うよ。むしろ落ち着いてる今こそ、話を聞くチャンスかもしれない。心臓は、それに、ハートがないと動けないみたい。え、動いてたやん、さっきまで。それなら早く心臓を探しに行こう。きっとこの近くにあるはずだよね。戦闘中に飛んだの？心臓。ね、あれやん。この辺にありそうな予感。プラスチックハートを手に入れた。うん、見つけた。これがあの人体模型のハートね。早く返してあげよう。はい。この感覚ひょっとして、あの愛じゃなかった。ハートを僕にください。はい、返します、当然。大丈夫か、ジンタ。僕のハートを見つけてくれてありがとうございました。ちょっと、また騒ぎ起こして、今度はどうしちゃったのよ。おいおい、理由によっては本気で怒るからな。ごめんなさい、自分で自分を抑えきれなくなっちゃったんです。また、僕は一途で有名な人体模型ですけど、突然誰かに好きになってもらいたくなって、とにかく手当たり次第に女の子に声をかけて僕の内臓を渡したくなっただけなんです。気持ち悪いよ。一途な人体模型とか、女の子にモテたい人体模型なんて聞いたことないよ。内臓をあげても怖がらせちゃうだけだし、質問もなんか気持ち悪いって。うん、そうだよ、好きな内臓とか微妙すぎ。ふみちゃんも嫌だったよね。うん。そんな風に言われると、プラスチックの心臓もパキッと割れそうです。どうせ僕なんて誰にも愛されないちっぽけな人体模型なんだ。いやいや、気に入ってくれてる子おったやん。なんかすっごく落ち込んじゃった。一途な人体模型って言ってたけど、まだまなみちゃんのことが好きなの？うん、当たり前ですよ。まなみさんへの思いは本物なんです。でもモテたい。ならなんで手当たりしたい女の子に声かけたの？全然一途な行動じゃないでしょ。ちょっといいかな。どうした、何か思い当たることが。ジンタが本来なら取らない行動をしたってことは、黒い矢の時みたいに何かあったんじゃないか。黒い太陽、今度は。そうだ、思い出しました。うん、空を見上げてまなみさんのことを考えていたら、変なものが見えたんです。え、変なもの？人の顔で見える雲とか。なん、いいえ、黒い太陽です。黒い太陽。うん、他になんか見てないの？黒い太陽を操ってる妖怪的なのとかさ。すみません、黒い太陽くらいしか記憶になくて。みんな黒い太陽のこと言うね。あの、皆さん、本当にご迷惑をおかけしてすみませんでした。2回目だからね、君。皆さんが僕のハートを見つけてくれたおかげで、ちょっぴり元気が出ました。まるで愛をもらったみたいな、とっても満たされた気分です。愛って。あなたたちには二度も助けられました。せめてのお礼に、仲間に？うん、もしかしてアークくれるの？思うよね。ん？違います。僕にはまなみさんという心に決めた人がいるんですよ。都合のいい人体模型扱いしないでください。僕そんな安い人体模型じゃないんですから。うわ、ひょっとしてこの妖怪結構めんどくさい性格なのかも。これが僕の感謝の気持ちです。何？一つ星コインを手に入れた。なるほどね。
皆さんに好きだと言ってもらえた内臓、実は僕の自慢のパーツなんです。お、いい？これってもう相思相愛みたいなものですよね。なんだかちょっとドキドキしちゃうっていうか。いや、落ち着け。いや、なんだか恥ずかしくなってきちゃった。それでは皆さんさようなら。性別関係ないの？なんていうかちょっと個性的な妖怪だったね。まあ悪い妖怪じゃないんだけど、もう騒ぎは起こしてほしくないよね。まあね。人体模型の不気味な質問もバッチリ解決。さあ、これで3つとも解決したね。薄らぬらに来た廃棄案件は。これで怪奇案件をあらかた解決したな。さすが俺たち妖怪探偵団だって。すごいね、シン。妖怪ウォッチ、だいぶ使いこなせてるんじゃない？そうかな。教えてくれたみんなのおかげだよ。それにしても、暴れていた妖怪たち、なんかちょっと変だったね。うん。前にフクロウが暴れていた時と同じ。まがまがしい黒いオーラをまとっていたね。黒い太陽を見てからおかしくなったってみんな言ってたけど。やっぱり私が見たのはただの夢じゃなくて、これから起こることとかなのかな？かもしれない。夢の中で全部奪われたって言ってた。もしかして、本当にこれから？ねえ。夏目落ち着いて。まだそうと決まったわけじゃないよ。へへ。俺たちだってついてるんだ。それを全て奪われるんじゃないの？違う？うん、ありがとう。ただ妖怪たちの暴走も何か関係があるようだし、いずれにせよ気は抜けないな。うん。ねえ。あ、黒い太陽って言えばさ、そろそろタイが巻物を見つけてくれてるかも。そうだな。手がかりになりそうな怪奇案件もないし。よし！ちょっと高城邸に行って、1キロ単位に話を聞いてみようぜ。お、過去に行く？タイ巻物見つけてくれてるかな？そろそろ見つけてくれてないと困るね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか、そろそろちょっと高城に行ってみるか、みたいな。めっちゃなんかその辺の場所に行くみたいな感じで過去に行けるってすごいよね。楽しそう。